最初にこう上京してきた時の気持ちってどんな気持ちだった？上京してきた時は、いやでも16だったのできっと何が何だか分かってなかったんじゃないかなと思います。どっちが強かったの？不安と期待と、行く前は不安で、行くって決めた時はきっと期待の方が大きかったと思います。なんとなく自分の中でこう表現したいものとかってその時にあった？最初は多分自分の感情を吐き出すような風に歌っていたので、何かを伝えたいっていうところではなかったかも。とにかく出さなきゃみたいな、がむしゃらに、いろんな人の、いろんな意見を聞いたりとかして勉強しながらっていう感じで、でも徐々になんとなく自分が伝えたいことっていうのが見えてきたのかなと思います。今のじゃあこの8年を振り返ってどうですか？8年振り返って、いや素晴らしい8年を過ごさせてもらったなって。やっぱさ、最初はそんなにきっと、まあね、石の上にも3年みたいな感じで、まあ、3年とりあえず頑張ろうみたいな、頑張れるかなみたいな、3年いけるかなって思ってたところ、倍以上、ね、活動させていただけたというので、いやもう本当にありがたいですね。曲作りだったり、はい、ね、歌ことに対しての自分の気持ちの変化は？変化は、最初は、まあ、さっき言ったような自分のためにっていう感じだったけど、途中からやっぱり応援してくれる人とかの顔がライブで見れたりするうちに、やっぱその人たちに感謝の気持ちを伝えたいなっていうふうに思ったりするようになってから変化していったのかなと思います。いよいよお休みして、なんかこう新しいことをやりたいっていう気持ちが芽生えてるじゃない、はい、そうなったきっかけって何か？きっかけは、素直に言うと限界が来たって感じですね。これ以上進めないっていうところを通り過ごして、多分もう歩けないくて立ち上がれないところまで来たのかなと思います。歌とか音楽と、自分をもう一回向き合わせしたくなったってことなのかな？そんな余裕もなかったかも。単純に本当に、あ、もう心が、なんだろうな、折れちゃったというか、もう歌が歌えないくらいになっちゃったなっていう。それが何の原因なのかは分からないけど、きっと、まあ自分に本当にまた追いつけなくなっちゃったのかな、分からない。それ原因は自分でも今探し中ですけど。やっぱりそこ、心を折れた時にも歌をやめるっていう選択肢はなくて、いやそう最初は、まあ、もう本当に歌が歌えなくなったような感じがしたので、ちょっともう無理かなって思ったけど、歌がない方が、まあ、自然と人が息を吸うように歌を歌ってきたので、いやその方が辛いなと。ただでも音楽を嫌いになることの方が辛いっていうのがあったので、そういう選択になりましたね。自分にとってその歌っていうか音楽って、昔もそういえば言われてね、ないと生きていけないものって言ってましたね。今考えるとどうですか？いやもうもちろんその言葉は今もやっぱりまた歌うっていうのはそういうことかなと思うんですけど、いや本当に今言ったように息を吸うように、水を飲むように、ご飯を食べるように、衣食住の中に入ってる私の中にはもうそれが本当にないとダメなものだと思いますね。まあ、心の傷とか孤独とかを歌ってきたで、途中からきっといろんな人に笑顔を届けたいとか元気を届けたいって変わってきて、もうそれがもう生活の一部になってるのかなと思いますね。
聴く人がいなくなってもなんか歌ってたいなっていう感じで。この先の、うん、この先の自分が、まあ、まだこう手探りだと思うんだけど、うん、どうなっていきたいとか、どういうことに挑戦したいみたいなのありますか？どうなっていきたい、まあもう自分に嘘はつかず、譲らず諦めず失敗を恐れずみたいな、あまあわがまま放題まあ今までもう本当にたくさんの経験をさせていただいたので、もうそれを本当に糧にしてちょっとやりたいことにぶつかってみようかなっていう、あとはそう、でもきっと私は変わらないと思うんですよ。ずっとこんな感じっていうか、変わりたくもないし、だからどこかやっぱり変わってなくて、でも私の思うやってみたいことっていうのもやってみたいっていう、それが新しいことなのかっていうのは見た人にも分かるかは分からないけど、とりあえず今私がこれはやっとかなきゃいけないなっていう、今やっとかなきゃいけないことをちゃんと一つ一つやっていこうと思います。チャレンジ、きっとのチャレンジをするためには多分やっぱりユイっていうアーティスト の名義のままでは多分できない。そう、新しいことに挑戦したいこととかもまあ徐々に見えてきてはいるんですけど、まあやっぱりそれがユイ名義でやるのかどうかっていうところでは、ユイっていうものをすごく大切に思って、特別に思っているので、それはやっぱそのままちょっと置いておきたいなっていうのがあって、で新しいことに挑戦してたくさん失敗したりとか挑戦したりとかして、でそれでまたこうつまずいたりしても、それはそれで、人生なのかなと思っていきたいなと思います。ファンに対してはなんかなんかメッセージありますか？まあ、どういう気持ちでいてほしいとか、そうですね、まず考えたのは、まあ、でもやっぱりこのそのもう一回休止っていうのも実はファンの人のことを考えてだったりもするんですけど、っていうのはやっぱりどこかでもし自分の心が壊れてしまった姿を見せたくなかったっていうのは一番大きくて、いつもやっぱり元気な姿でいたい、みんなに元気を届けたいかったのでっていうところでも選択はあったので、やっぱファンの人に対しての愛情っていうのをどういうふうに伝えていったらいいのかなっていう、やっぱり誤解も受けるだろうし、で2回目っていうこともあって、まあ、もちろんね、日々いろんなことに本当に紆余曲折しながら生きてるんですけど、やっぱ本当にね、そういうふうに立ち止まった姿を見て、みんながどう思うかなっていうのは一番考えましたね。でもどこかなんかすごく怖いところがなくて、挑戦する姿を見てほしいっていう気持ちもあったりするので、なんかもし私をの姿を見て、頑張ってる姿を見て、やっぱもう一回頑張ってみようかなって思ってくれる人が一人でもいるのであれば、もうこれからもずっとずっと頑張っていきたいなと思います。